は野田チャンネル。はい、どうも、あ、どうも、あ、東京どうも、イエーイ、めっちゃおいで、ありがとうございます。ということでですね、こちらでございます。ノンジャンル雑貨箱いっぱいセット、1280円を8個買いました。ね、こう、数日に分かれて、どんどんやってますけども、ついにやってまいりました。こちらが最後の箱。8箱目でございます。下にね、こう上にどんどん積んでたもんですから、箱が潰れております。残念ながら。ね。でもまあ中身にはね、多分問題はないと思いますね。さあ、最後の箱ですから、なんかいいもん入ってるといいですね。どうなんでしょうか。今までいいもんが入ってなかったのかって言われるとどうなんでしょうっていうふうに思いますけどもね。ずっと箱に入れたまんまね、置いといてもね、片付かないので、早くね、出したいなと思っていたんですけども、おっと、なんか変な感じが出てきてますね、もうね、あら、ぬいぐるみがちょっと、いそうな予感がしております、完全にそうですね、ミニオンズが見えてますけども、しかもね、行きましょうか、行きましょう、せーの、ドンっつってね、ドン来ました、うい、来たよー、何これ、何この顔見たことないなぁ。はい。ということで、こんな感じでございます。これ、誰ですかこれ。なんか見てる。これ、ポケモン何これ。はい。ということで、普通のポーチじゃねこれ。ということでね。さあ、皆さん、ちょっと見ていきたいと思いますね。これ何これ普通のポーチじゃねこれ。何これケプトってなんだこれ。シンス。なんでしょうね。シンス1989。ねえ。何なんでしょうか。これはおもちゃですか、雑貨ですか、これは本当に。ねえ、アニメグッズではなさそうな気がする。これは先ほどね、あったミニオンズの、これ一番くじのやつですね。スクイーズ、このプニプニの、チャームキーホルダーみたいな感じですかね。はい。そしてこちらですよね。これ何これこのワンちゃん。このワン、ディズニーです。あれ、ディズニー ?300 円する。これプルートなのこれじゃあ。ひょっとして。ねえ。こういうわざと可愛い顔にしてるのこれ。ね。この渓谷もいろんな国でね。これプルートなのかな、ね、変なの。あ、これあれじゃん。セガじゃん。なんだ俺ディズニーランドで売ってるやつかと思った。違った。ゲーセンのやつでした。これね。完全に。さあさあさあ。あとこれですね。これクロミちゃんのやつ。あ、これテープがなんか出てくるのかなこれ。ね。ファミリー。なんだっけ、ハッピーセットのやつですかね。クラミちゃんのやつ。で、これも見えてましたね。これ、なんでしょう、これ、服ですかね。バッグか。バッグですね。150円してますね。何のやつだ、フェスティバルって書いてあるな。なんとかフェスティバル。ね、なんかイベントグッズ系ですかね、これね。黒いバッグですね。なんだかわかんない。売れないですよね、これ。はい、じゃあこちら。ジェリーです。300円。ね、トマトジェリー。ジェリーです。かわいいですね、これね。綺麗だし。いいね、これ。どっちがいいかな？俺、こっちの方がかわいいな。どうでしょうか？さあ、そしてこれなんだ？ラブライブか、これ。ジグザグ。サンリオキャラクターズ。ね、ジグザグっていうのがあるんですかね、これね。はい。あ、これも大きいね。これ何ですかね、これ。はい。これ何ですか？あ、ヒプノシスマイクのぬいぐるみ。ぬいぐるみ多いですね。はい。これも大きめで、今回大きめが多いね。あ、これちょっと、はい。メフェちゃんの大きいやつ。はい。そしてこれですよ、これ。これポケモンかなと思ったんです。違いますね、これね。お野菜妖精さん。これなんか人気あるのかな？ちょっとこれ、柿だ。柿の動物みたいな感じなのかな？ねえ。柿野菜かっていう話ですけど、はい、これはあれです、推しの子ですね、これね。バウバウっていうね、こう洗濯バサミのこの形がね、明らかに洗濯バサミになってますけど、推しの子のやつですね、これね、はい、ぬいぐるみ多いね、これね。これは何ですか？アイドルマスターサイド M ね、スーパーフライ的な感じですか、これはね、わかんないけど、これだ、ヒプノシスマイクだな、これ。ね。もちもちクッション。キーホルダーみたいなのかな。ん？これもヒプノシスマイクですね。帽子かぶってるね、これね。はい。ぬいぐるみ多いですね。お、これなんだ、これ。
翔太葵、青い翔太さんのぬいぐるみですね、これね、サンリオとコラボ。ほら、くっついてるのかな、キプロシスマイルだな、マグネットかなんか、これがね、くっついてたんですよ、これ。何ですか、これは。あー、でも何も入ってなさそうだけど、これ、あれですね、ツイステ。ツイステのやつ、カンカン。なんもやっぱ入ってなかったです。残念。ね、シールやカードが入ってるならまだしもみたいなね。これなんでしょうか。これもヒプノシスマイクですかね。どうですか、なんか違うのかな、わかりませんね、これね。可愛い女の子ですかね、これね。はい。さあ、これなんだこれ。テニプリか、そうですね、テニプリですね、これね。重たい。お、腕は。歌プリだ。神湯って書いてあるのか。歌プリのなんかライトがつくブレスレットだな、これ。どこでどうやってつけるのかわかんないけど。ね、はい。歌プリのやつですね。はい、これは何でしょうか、これは、あ、A3、太鼓の達人だって。ね、はい。この辺が入ってたのね。ツイステです。アクリルスタンド。この辺がちょっと重たかったのか。ツイステのカード。ね。これ、ツイステのノートですけどね。スケジュールノート。ね、重たい、これ。こういうのが入ってるから重たく感じるんだね。スマホバンド。ね、ツイステ。あー、いつもの、いつもの感じやってました。毎回入ってきましたね。はい。ドラゴンボールのタオル。そしてまたドラゴンボールのタオルセルですね。顔が見えない。お、なんだこれ、遊戯王だ。遊戯王のタオル、ね、ジャガードハンドタオル、これもタオルです。ディズニーですね、これね。はい。そしてこれは、あ、デレシシシだ。ワンピースね。ニコロビン子供時代のタオル。お、なんかこれ珍しい、こういうフィギュアが入ってるの、あんまり入ってないんですよね。セーラームーンのフィギュアですか、これ。セーラームーンじゃないか、プリキュアか、ね。はい。あ、それで、ツイステの、ムッパーあった。アクリルスタンド、キーホルダー。これなんでしょうね、これね。ポケモンか。ポケモンの缶ですね。かわいい。これなんかお土産かなんかしたのかな。これもね、多分ね、中は何にも入ってないっぽいんですよね。開けてみますか。音がしねえ。ほら、空っぽでございます。ね。かわいいですけどね。なんかお土産かなんかが入ったのかな、これね。ポケモン、ヤムヤムイースターっていうのかな。ね。うん、なんかお土産かな、なんか入ってたのかな、これね。どうなんでしょうか。わかりませんけれども。ああ！袋に入ってたいつものパターン。袋が。破れちゃいました。細かいのがこれね、入ってたやつ、これやって終わりです。これがメインでしょっていう話です。はい。さあ、やってまいりましょう。歌プリです。歌プリやってきました。これなんでしょうか、これ。あ、これ浦島坂田線鉄かな。はい。ちょっと俺もよくわかんないですけどね。これなんでしょうね。これはなんだろうな。これもそうか、浦島坂田線さんかな、ね。あ、この辺そうだろうね。これね、はい、これは A3 かな、ね。なんか女の子向けばっか入ってるんだよね。この辺歌プリです、ね。これ結局これなんだろう。KNS 角川。あー、これなんだろう。なんだっけ、あの野球のやつかな、これね。なんですかこれは。歌プリですねこれね。はい。うん、これ A3。うわー。文豪ストレイドックス。ね、そして歌プリと。ね。うわ、同じのはまとめて出して。歌プリの猫ちゃんシリーズですね。キャラクターね。変えちゃったっていう。この辺も、浦島坂田線の感じかね。ちょっと呼び方わかんないですけど、合ってるかどうかわかんないですけどね。はい、この辺は A3 でございますね。全部 A3。
これはアイドルバスターサイド M ですかね。これもなんかちょっとわかんないな。なんでしょうね、これね。なんか既製品、これは S3 ね。既製品じゃないっぽか。まあもうデザインの感じか。これも S3 ですかね。はい。これはあれですね、あの文豪ストリートックス。これも A3 ですかね、これね。A3 かな、これなんか、なんかもう一個あるんでね、作品がね。これも坂田線ですよね、これね、10円。はい。これ、リジェクトだ。この、あ、ピタゴラスプロダクション。はい、よく、いやー、わからん。これゲーム系だよね、これね。はい、はい、歌プリです。いや男にはあんまりあれだなっていう感じが多いな。女の子向けだな、ほとんどが。ねえ。A3 でしょ、これ。あ、これもだ。ね、うわぁ、うん。これなんだ。あ、これあれだ。刀剣乱舞と見せかけてダプリだ。これもダプリでした。同じ人かな、これ。ね、この辺もそうですね。はい。ダプリでございます。線羅。これはどっちだろう。これはあれかな。ねえ、刀剣乱舞かな。どうなんでしょうか。ああ、もうわからん。これも坂、ねえ、どっちだろう。これはアイドルマスターだね。はい、これなんだろうね。あ、早乙女学園で書いてある歌くりだ。これマークはちょっとやめてほしいな。さあ。じゃあもうこれ手に持ったやつで全部終わりだ。ちょっと地味だったな、最後。はい。いや、まあ、でかいぬいぐるみっていうのがね、あったから、まあ、あれかな。はい、これがそうだね。はい、ほら。浦島太郎、坂田さんのやつじゃん。ね、じゃあ、これもそうだね。メンバーの人。前に見たことあるね、これね。これ A3 だね。これわかんないね。これわかりません。S3 だね。はい、これも線羅。あ、これ、浦島坂田線さんの人ですね。これ歌プリだね。歌プリ、ほら、顔にペン貼るでしょ、ほら。で、A3 ですね。最後残っちゃいました、これが。K-BOOKS でなんか中古で売られてるね、これね。オリジナルで作ったんだね、これね。袋。ただ220円。なんか値段が下がってる。ちょっとごめんなさい。わからない。わかりません、この作品が。はい、ちゅうわけでですね、これ、ね、こんなにあって、1200円ということです。さあ、ということで、ね、全部の箱が8箱開封終わりました。ね。ただ皆さんチラチラ前見えてたかもしれませんけど、この段ボール箱2箱ありますね。これもまた開封していかなきゃいけないんでね、あちらはトレカでございます。トレカのまたたくさん入ってるやつ買ったんで、あ、 TG ってそういう意味かな。トレ違うか、 G って関係だよね。トレーディングとかね。そうだね。はい、ちょっとまあその辺よくわかりませんがね、8箱全部開けてみました。こちら1280円ということで、なんか思わぬお宝みたいのはなんかなかった気ということで、ありがとうございました。チャンネル登録、そして高評価お願いします。そして顔のチャンネルは毎日17時に新作動画をアップしているぜ。別の動画も見てね。